原市に今います。もともと高校の校舎だったということで、まあ、これが3階部分までね、その当時のまあ、まだ残ってるということで、1階部分です。かなりのこの惨状ということで、ね、今なってるわけだけど、非常にちょっと感慨深いものになりますね。ここは映像でもちょっとさっき見させていただきましたけどね、非常に津波が押し寄せたところというのが、ね、悲しいです。さっきの映像見ただけでも悲しくなりましたよ。ところがこれ3階ですね。これ図書室なのかな。どうします。こんな感じでいろんなね、世界大百科事典とかね。でこの3階の部分なんだけど、まあここのあたりも全部被害になってるんだけどね。今このパタゴルフの場ということで多くの人で親しまれているところになってます。それとが海岸ですね。でこの3階の部分に津波来て車が押し流されてきたということで、こんな感じです。これはその当時のまま残されてます。上を見てください。こういう感じですね。これ見ると感慨深いですね。でこれを見ると杉の下地区というところで、あちらですかね、高台になっているところがあります。このところが1896年の明治の三陸大津波で多くの住民が犠牲になったわけだけど、ここで海抜11メートル高台ということで、その大津波の時に津波が来なかったことで市の指定避難場所にもなっていたわけで、その中でまあ2011年の東日本大震災ではこの杉の下地区の高台を津波が襲い避難した約60名が犠牲となったということで、襲った津波の高さは18メーターということで、約杉の下地区全体で住民312人の約3割に当たる93名が亡くなったということです。ということでこちらですね、だから地震があった際では自分もこの後はねかなり警戒というかするわけだけど、やっぱり離れるだけ離れて奥に奥にって感じで、高ければ高いほどいいとはね。で、あちらが体育館ですね。屋根がついたんだけど、体育館屋根が津波によって破壊されてしまったあのような状態です。当時のまま残ってます。で避難に関してはだんだんそのお寺からさらに奥にって感じだったんだけど、まあそこら辺が高台になってるんだけどね、やっぱ奥に行くのがやっぱり行かないといけないなというのを実感しました。波が来たと思うとすごい怖いですね。ここのところからかなりの20メーターあるのかな、あれすごいね。でこっちが
向こうが北校舎の方ね、あっちの方やられてますけど、で向こう側が体育館ということで屋根がね、破壊されちゃってます。避難してね、津波が前回その三陸沖のね、明治時代にあった地震の時はここは大丈夫だったんで、ここに登ってきてね、その後津波に襲われてしまって亡くなったということで、海岸から落ちないと思います。で今ここのところは防潮堤ということで、各地に今ね津波の心配があるところは防潮堤ということで、また地震が起こった後に津波を最小限に抑えるためにということで、あります。景色は、いろんなところを見ることができます。その護岸工事中です。でここら辺全体が大体もう津波に襲われてしまっているということです。今までね、ずっと全部濁流が来てということで、津波がね、全然あたりが終わったんだけど、あそこも4階部分まで水が入ってきたということで、かなりの大きなね、奥の方になると、あそこまで一応福井島行ったみたいなんだけどね、山の手前ぐらいのところは大丈夫だったんでしょうね。すごいなんかここでね、地区で亡くなられる方が、数多くいらっしゃるんですが、ここは海岸というところですから、その中で平成23年3月の11日、当時私はタイのバンコクにね、駐在ということで、その一報を、現地時間でいうと、2時間遅れですので、お昼ぐらいだったかな、受けました。そのからしばらくしてからですね、ということなんだけど、マグニチュード 9.0 ということで、かなり大きな地震です。その中で、1000年に一度と言われる巨大な地震ということでね、地区民320名のうち85世帯の、住居ということで、75世帯219名が、避難生活を送っているということです。非常に悲しいです。ここの場所に避難してきたわけだけど、高台だったんだけどね、ここも襲われてれば大丈夫です。しかし、無情にもね、第1波で下手からね、家や車が押し寄せ、そして第2波、第3波が、ということで93名の尊い命と全ての財産が海へと散ったということで、あの一声が無情の叫びだ、私たちは今あなたを忘れない、今までありがとう、心を安らかということで、次の人たち住民一同ということで、生きていらっしゃる方がね、やってられると思います。どうぞ、やっぱり安らかにね、決めていただきたいなと思います。自然天変地異とはね、やはり非常に恐ろしいものだし、大変で、自分こう生きてるってのもね、あれですけど、本当に悲しい、安らかにね、眠っていただいてると思います。